本日はお忙しい中、またお寒い中、私の講義にお集まりいただき、誠にありがとうございます。突然ですが、皆さんは真面目ですか？いかがでしょう？今、心の中で真面目です、不真面目ですと即答できた方は少ないんではないでしょうか。皆様、日頃の自分の行動を思い浮かべ、これは真面目かな、これは不真面目かなと考えられたのではないでしょうか。私はこの真面目について研究をしています。今日は皆さんに私の研究結果を発表したいと思います。さて、今皆さんにした質問、あなたは真面目ですか？同じ質問を日本人5000人に5段階評価で聞きました。そのアンケート結果がこちらです。不真面目、やや不真面目、普通、やや生真面目、そして真面目。不真面目 7.5%、 やや不真面目 11.3%、普通 24.5%、 やや生真面目 41.5%、 生真面目 15.1%。 皆様はこの結果をどう思われますか？私はこの結果こそが真面目とは何か、その確信につながるヒントなのではないかと考えております。こんなデータもあります。真面目はいいことですか？この回答に 51.9% もの方が真面目はいいことであると回答しました。皆さん、真面目はいいことだと思われますか？ではここで真面目であることのメリットを考えてみましょう。まずは見た目から。身だしなみを整え、清潔感のある服装、そして笑顔を絶やさない、そんな真面目な人間は初対面の段階からとても好印象を与えることができます。好印象を与えれば相手に信頼感を与えることもできます。そしてその信頼感は安心感につながり、その後の関係性を良好にすることができます。次は不真面目、真面目、生真面目のメリット、デメリットについて考えていきましょう。まずは真面目のメリットから。先ほどから気になっていたのですが、どなたもメモを取られていませんね。皆さん、どういうことでしょうか？大変受けていらっしゃる。メモを取らないということは、今この時間、皆様の貴重な時間を無駄にしているということになります。なんともったいない。大切なことを伝え忘れていました。実はこのペン、私が開発した発明品なんです。このインクは特殊なインクで、なんと真面目な人間にしか見えないというものなのです。皆さんは今こちらの文字が見えないとおっしゃいましたよね。ということは皆さんは真面目ではない、つまり不真面目ということになります。なんということでしょう。わかりました。では本日は私が皆様を真面目にしてみせましょう。Thank you.
子だね、偉いね、しっかりしてるね。周りの人からはよくそう言われます。それが私の誇りです。誰からも信用されるまともな大人になるために今日も努力を怠りません。きちんと計画を立てて、きちんと時間通りに予定をこなす。無駄な時間は必要ありません。自分が立てた計画通りに行動できるととても気分が良くなります。完璧なスケジュールを立てるのは幸せな人生を送るために必要不可欠な作業です。仕事では常に頼られる存在です。上司からも部下からも信頼されています。みんな私の仕事ぶりを見て安心して任せてくれます。大きな仕事も小さな仕事も全部私が引き受けます。信頼されると責任感が芽生えてやる気が出ます。与えられた課題をこなすと達成感が味わえます。ありがとうって感謝されると幸福感で満たされます。みんなに頼られ、仕事を任され、私は毎日幸せです。目標を立て、計画し、実行する。失敗したら改善点を洗い出して、また次の目標を立てる。勉強すればいい点が取れ、仕事をすれば評価され、人間関係も円滑にいく。真面目に生きることはメリットしかありません。努力を惜しまず、ルールを守る。そんな真面目な人間がこの世界を支えているのです。身だしなみを整えて笑顔で挨拶。決められたルールはきちんと守る。先生のお話はちゃんと聞く。人の悪口は言わない。何事にも真剣に取り組む。計画通りに予定をこなす。遅刻は絶対にしない。褒められると張り切っちゃうタイプなんですよね。その気になってつい何でもやっちゃいます。まあ半分はお世辞かもしれないけど、それでもすごいとかさすがとか言われちゃうと体が勝手に動いちゃうっていうか、次も頑張ろうって思えるんです。普段からしっかりしている人がミスをするととても目立ちます。あの人本当はだらしないんじゃないかと勘ぐられてしまいます。反対に普段からだらしない人が少しまともなことをすると、この人本当は真面目でいい人なんじゃないかとか言われるのに、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おはようございます、こんにちは、はい、私ですか、はい、はい、わかりました、すぐに取り掛かります、終わりました、いえ、そんなことはありがとうございます、次も頑張ります。お堅い、いいえ、堅実なのです。現実に生きていれば人から信頼されます。信頼は未来の成功につながります。失礼しました、申し訳ありません、すみません、ごめんなさい。失礼しました、申し訳ありません、すみません、ごめんなさい。はい、これですね、わかります、私がやっておきます。いえいえ、全然、すぐに終わりますから。終わりました、ありがとうございます、次も頑張ります。冗談が通じない、それはあなたと私のセンスが違うだけです。私だって冗談の一つぐらい言えます。布団が吹っ飛んだ。10分前行動を守れば大丈夫。10分前行動を守れば遅れない。これはそうですね、私がやった方が良さそうですね。大丈夫です、簡単な案件なのですぐに終わります。終わりました、いえ、ありがとうございます、次も頑張ります。融通が効かない、一つと信念に従って行動するだけです。ルールを守ることで平和な社会が保たれる。まさか2分の遅延、大丈夫です、2分なら調整できますよね。はい、これもですか。いえ、何でもありません、すぐに片付けます。終わりました、ありがとうございます、次も頑張ります。もっと力を抜いたら自分の人を動かす可能性があります。あなたにその責任が取れます。人身事故で10分遅れ、大丈夫です、走って調整しますよね。はい、でもこれは私の担当でもありませんが、やりますね。完璧なあなたに私の気持ちは分からない、そんなことはありません。何でも話を打ち上げてください、心を開いてください。こういう機能を運転してるし、大丈夫です、今すぐ走るよね。はい、分かります、はい、全部私がやります。君といると息が詰まるよ。Yeah.
みんなに秩序を与えます。それが私真面目人、それが我々真面目人。ほっ小さい頃ママに言われた人に優しく生きなさい。高校の時先生に言われた真面目にやってりゃいいことあるから。でもでもなぜなら、しかしけれど、何かがおかしい、何かが怪しい、こう言って絶対損してない。真面目にやるほど損してない。帰るとかないと、こうやってまたルールを破る。真面目なあいつら、自由になんてもたくさん、自由になんてもたくさん、不真面目な人間の全員。誠に恐縮でございますが、ご請求を飛ばしていただければ幸運に存じます。抜きたいけど抜けません。手の抜き方がわかりません。誰か私に教えてください。適当って言ったらどうやるの。適当、その場に合わせて要領よくやること。いい加減、場合工事。そのいい加減ができないんだよ。